お待たせしました。ありがとうございます。到着しました。すごい。ソフトバンクロボティクスが開発した接客ロボサービーは、センサーで客席の位置を読み込んで地図のデータを作成すると、指定したテーブルに障害物を避けながら料理を運びます。お盆が3段になっていて、一度に多くの皿を運ぶことができ、配膳や片付けなどで大幅に業務を効率化できるとしています。従業員の負担軽減や人と人との接触の削減に貢献できるということで、飲食店などでの活用が期待できるということです。